はい、今回は、絶ゲーとの、西極の碁を、やりたいと思います。はい。相手の方は、プロの方ですね。はい。じゃあ、それではお願いします。はい。実はこの布石は、前回取った、絶ゲーとの、西極の、碁と、布石は一緒になりました。確か方向が違うだけで、はい、ここまでは、はい、一緒ですね。はい。だからまあ相手の方も、まあ当然ここまでは不満ないという言ってるんですね。はい。まあちなみに相手も同じ方でした。はい。はい。はい。ここも前回、こう両掛かりは悪いということで説明しましたね。はい。ここで変えてきましたね。前回の対局の時は、ここを低く受けたんですけど、はい。そうですね、低く生え、こうやったらこう三々入られたと、はい、いう碁になりました。なので今回は高く打って、ちょっと変えてみましたね。はい。今度は滑りで。はい。まあ一応、置きもこれで取れてるんですね。はい。そうですね。下がりが、手筋で。例えば、こうやっていくのは、これで取れてますから。はい。やっぱりこっから手をつけていくんですね。こうやって、まあ、主張がいいのでね、やっぱりこっちから取りたくなるんですかね。はい。まあだから主張が良くても、もしかしたらこういうように打っていった方がいいのかもしれないですね。白に。まあ実戦の進行ですと、これですとね、上とかいろいろ効いてしまうんでね。で、今度はここに打たれました。はい。覗きで決めるのはなかなか、気づかないところでしたけど、はい。それから守ったと。はい。はい。今度は、はい。黒の方が手をつけていきました。はい、これを決めて、なかなかこれはね、怖い手なんですけどね、白も。第一感は取れない感じに見えるんですけどね、黒の石は。ただ、正確には読めないんでね、こういう場面は。ここ、なるほど、ここをいろいろ聞いてますね、聞いてるので、ここら辺にはちょっと行きにくいんでしょうかね。目がない、部分的には目がなくて苦しいということで、ここに打ちましたね。そうですね、これで外側がどうなるかなんですけど。まあ、なんとか手順を駆使して。ただやっぱりこういう手を打ってるので、白はね、生かしてももういいという態度で、ここで取りに行ったらどうなるのか難しいんですけど、これも、こうやったら、どうやって、で、さばくのかちょっと正確には分かんないんですけど、まあなんかここら辺ですよね。ここら辺でやっていくしかないんですけどね。これ当たりになってますから、
これは攻め合いが負けそうですよね。だからまあ、一もあるような気がするんですけど、実戦はこう打たずに、こうやって、ここで、もう黒が投了されました。もう、ほとんどこう打つしかないですね。そうするとこうなって、この後の進行を予想してみますと、多分こんなんで、もうここの白地が大きくて、形勢判断見てみますとね、こんなにもリードしてますよね。いや、ここ荒らされても白はめちゃくちゃいいですし、黒はね、この布石は悪くないはずなんですけど、やっぱりこことかなんですかね、上で伸びて頑張んないとか、ここをもう少しうまく荒らさないといけないんですね。いや、相手がね、AI だと、なかなかプロの方でも、西でも大変ということで、恐ろしい。そうですね。もう全然大差ですね。生きてもね。まあ、これも、そうですね。白の打ち方が、素晴らしいっていう感じですよね。まあ、見習うとこはいっぱいある子だったかなと思いますね。じゃあ、この後はこれで終わりにしたいと思います。失礼いたします。